ご視聴ありがとうございます。ニャンタの工房です。今回の動画は久々にジオラマを作っていこうと思います。で、今回の舞台なんですが、今回の舞台はですね、壊れた工場もしくは倉庫を舞台としたいと思います。トミテックさんから確か破壊された倉庫っていうキットが出てると思うんですが、あれって高いんですよね。3000円なんぼ。ネットだとまあ Amazon とかだと確か2000なんぼであったと思うんですが、さすがにね高いんですよね。であれって144分の1じゃないですか。今回はですね、もうちょっと大きい建物を作ろうと思っていますので、なので、倉庫は自作します。ちなみにこの動画はですね、前の戦後の後始末とか、その前のガザーシーかなの動画とは違って、1個で完結っていうことではなく、複数回にわたって、最終的にジオラマを完成させていきます。で、今回やることなんですが、今回やることは倉庫の作成ですね。まあ、建物はですね、倉庫になるんです。倉庫というか倉庫みたいな形になりますね。でも内容的に、倉庫が何に使われていたっていうことに関しては、まあ、工場みたいな感じなんですよね。ちょっとややこしいんですけれども。まあ、建物は倉庫だけど、中身は工場っていう感じで、作っていきます。そして、そのジオラマですねに置くキットに関してなんですが、今回はですねヘキサギアでいきたいと思います。最近ヘキサギア触ってなかったんで、ね、久々にヘキサギア用のジオラマを作っていきます。で、使うキットはちょっと今迷っているんですが、多分ですね、ウッドペッカーかな。あれを使うんじゃないかと今思っています。まあ、ほら、ヘキサギアって、兵士とかもがっちり、まあ兵士というかガバナーですね。あれががっちり動くので、ジオラマにするには非常に適しているものだとは思うんです。なので、まあ中に置くメインの機体はもしかしたら途中で変わるかもしれません。工場自体、まあ倉庫、建物自体がそこそこの大きさになるので、まあぶっちゃけ言えばバルカームの大きさでも入る大きさになるので、まあ複数置くこともできますし、まあ単体置いて周りにまあ鉄骨やら何やらを置くっていうこともできるんですよね。まあそんな感じの倉庫になりますので、中に置く機体は何を置くかは途中変わることになるかもしれませんが、そこはご了承ください。では前置き長くなりましたが、今回は倉庫を作りますので早速やっていきましょう。まずはですね、倉庫の柱である鉄骨を作っていきます。使うのはスリアさんの1ミリプラ板を使用します。で、まあ必要のその長さに切り出したのがこれなんで、これをまずは短冊状にしていきます。はい、とりあえずですね、2本分の鉄骨の
き出しが終わりました。今回は H 鋼を作っていくので、3枚の1本につき3枚の、短冊を使います。まあ、このように切り出したら、あとは接着剤を使って貼り合わせていくだけですね。はい、計8本の鉄骨完成しました。はい、H 鋼ね、この通り。これがですね、柱となります。計8本で、ここまではね簡単なんですよ。ここからが問題なんですよ。屋根の鉄骨ですね。要は屋根をねフラットで作る場合は別にそんなに難しいことはないんですよ。でも三角屋根にしたい場合ですねはちょっとめんどくさいんですよね。まあ要は柱の長さによって、鉄骨の長さによって屋根の大きさとかが変わってきますんで、そこを、まあ、どのくらいの幅にしようかなっていうのがちょっと悩みどころです。ちなみにトミーテックさんの破壊された工場はもうすでに屋根のこの形で成形されているんで、あれはもう柱の部分というか梁に置いていけばいいんですけど、自分の場合は自作なんでね。さあここからどうしようっていう話なんですよ。まあ実際の、まあ、工場なんかはこんな感じでくっついて、ここの真ん中にまあ支えとなるようなものかな、何っていう名前か忘れたんですけど、ここの分に一本こういうふうにね、まあこれは違いますけど、まあここへ入るような大きさでこうついてるみたいなんですよ。まあとりあえずは屋根の大きさを決めないといけないんですね。ちょっと考えます。とりあえず考えた結果ですね、まだ屋根の形は決まっていませんので、まずはですね、もうちょっと倉庫のリアリティ、要はですね破壊された倉庫なんで中身丸見えじゃないですか。なのでもうちょっとリアリティを出すための追加のパーツを切り出しました。次はこれを組み上げるとこうなります。はい、接着は完了しました。まあこれは天井部分なんですけど、これにこういう風に柱がつくようになっています。まあ、正確には、まあ、長さはまだ足りないんですけれども、ここの間にまだ鉄骨が来て、これとこれの間、これのこれとこれとこれの間っていう感じ、まだ鉄骨を入れなきゃならないんですよね。でですね、まあ破壊された工場の大きい版なので、実際これを全部使うかどうかはまだわからないんですよね。もしかしたらここら辺を外すかもしれませんし、外そうか。んで、ここの鉄骨1個下にこう折れ曲がったようにするのもありだな。まあそこら辺はちょっとずつ考えながらやっていこうと思います。というかもうそれで決めてしまった方がいいな。ですね、こっち側が
入り口なんですよ。でこっちがまあ後ろ側になるんで前後ろなんですよ。で向こう側壁はまあ丸々残る、まあ多少崩れるかな、まあまだそこはちょっと決まっていないんですが、でこちら側はもうほぼまああったとしてもここら辺に壁があるかな。なのでまあせっかく作ったらこれはいりませんね、うん、この状態で、うん、とりあえずここに渡す針を作っていくとこうなります。はい、とりあえずですね、骨組みは完成、完成はしないけどある程度の大まかな骨組みは組みました。ちょっと下が安定しないんでね、あれなんですけれども、まああのトミテックさんのね破壊された工場って、まあ、結構しっかりした工場がまだ残っているんですが、自分の作るこの倉庫、まあ、工場はですね結構もうもろ爆風を受けたような感じで作ろうとしています。なのでですね結構あの継ぎ目なんかは結構ガタガタにしてあります。まあここら辺ね継ぎ目は結構ガタガタになっています。まだ建物としてはここへ入ってないし上にもまだ入ってないんで開けた結構まだ建物としてはね全然なんですけれどもね、で今はちょっと大きさはねこんな感じですね。あ、このバルクアーマールハルパー新しく購入しました。これね別個でちょっと改造プランを思いついたんでそのうちまた改造しますが、まあバルクアームアルパを置くとこんな感じですね。まあここら辺がれき転がって、まあ、ガバナーなんかがねここら辺でまあ作業をしてるみたいな感じですね。だからガバナーを置くとですねこのくらいのサイズの工場となっています。結構大規模な工場ですね。うん、まあガンプラちょっと近くにあるのがこのマスターグレードの2号機しかないんですがこんな感じになりますね、うん、まあマスターグレード置く分にしては結構いい高さかと思いますが、おそらく144分の1だとかなりでかい大きさになると思います、まあ、ここへコンテナ置いてもいいですし、まああとは今現在余っているこれですね、こんな感じで置くみたいな感じにしてもいいと思います。まあ、実際リッチのところへ機体を置くか、まあ、手前に機体を置くかはちょっとわからないんですけれども、うん、まあこれで倉庫の大きさはわかると思います、うん、まあとりあえずねこれで今回の動画は終わるんですけれども、次回はですね、もっとここら辺に梁やら鉄骨やらいろいろ入れて、まあ台座は多分これになると思うんですけれども、A4 ぐらいの大きさかな。まあ
これになると思うんですが、これに設置して、あ、設置はまだできんか。まあ、仮組ぐらいは多分できると思うんで、そこまでいけたらと思います。で、結局屋根の形はですね、もう三角じゃなくフラットでもいいかなと思っています。ということで、今回の動画は、ジオラマを作るの第1回で、倉庫の骨組みをまあ、できるところまで作ってみましたという動画でした、続きが気になる方はチャンネル登録、あとは高評価とよろしくお願いします。ニャンタヌ工房でした。